皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ジェオンガン XONO、本格的にユニット公開のカウントダウンに突入。セブンティーンの新しいユニットジェオンガン XONO が、ファーストシングル、ディスマンのリリースに向けて、5月27日にスケジューラー映像、ザビギニング29日にショート動画モンタージュ、ディスマン、30日に写真イン t ザドリームを相次いで公開。 本格的にユニット公開へのカウントダウンに突入した。29日に公開されたショート動画、モンタージュ・リスマンでは、ある男のモンタージュの中に、ジェ・オンガンとオン・オーオーの顔が混ざったような場面が展開。2人の似ているようで違う魅力が目立つプロモーションコンテンツが連日公開され、彼らが披露するリスマンに向けた期待が高まっている。30日に公開された、 二人の勢いに乗ったビジュアルも印象的。ジェ・オンガンとオン・オーはスパンコールがついた黒いシャツ姿で洗練された魅力をアピール2人の奥ゆかしい目つきと神秘的なオーラファッション画法を連想させる感覚的な演出が調和し歴代級ビジュアルを予告しているなおスケジューラー映像によると「インプ・ザ・ドリーム」を皮切りにスポッテッドリスマンプロローグフィルムサウンドトラック サウンドトラックフィルム、ティザーがアルバム発売に先立って順次公開される予定だ。グループとしてのアルバムはもちろん、固有ユニットとミックスユニット、スペシャルユニットなど、多様なメンバーの組み合わせを通じて幅広い音楽スペクトラムを広げてきたセブンティーン彼らの新しいユニットジェオンガン XONO が、どんな音楽とストーリーテリングを披露するのか、グローバルファンの期待が高まっている。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。